止まっちゃったんだけど。あ、切れた。切られた。やばいやばい、なんで切れたんだろう。ゼロになっちゃった。切れた丸。あ、見せちゃダメなのか。切っとこう。びっくりした。ダメなんだ、見せちゃ。そういうことか。じゃあ画面は見せません。でもトリッパー島のはるちゃんにしたよ。もうなんか面白いの思いつかないし、なんか、ね、考えてもどうせ寒くなるなと思って普通にした。うん、あ、眠くなってきちゃった。あと15分かな。まだ寝ないですよ。でもほんとこんな感じでね、ソファーのこの端っこのね、足伸ばせるところでね、こうやってね、ずっとゲームとかしてる。なんかボイトレとかも3月の終わりまでは行ってたんですよ。20何日までは。だけどなんかさすがに今できなくて、できてませんね。ゲーム配信やってる人いるよ、いるよね。ダメなんだね。眉毛りしくない？なんかさ、慌ててさっき眉毛となんかクマとかだけやったの。眉毛とクマとリップだけやったんだけどさ、眉毛なんか太くない？めっちゃ太いんだけど、しかもなんか垂れてる。変な眉毛。みんな明日は何すんの？何すんの？仕事。おやすみなさい。おやすみ。仕事。そっか。仕事。そっか。みんな仕事じゃん。そっか、ごめん。なんか私、自分が、すごい、なんか、謹慎。自粛？謹慎じゃない。自粛。自宅謹慎。謹慎してるみたいだよね。自粛です。自粛。自宅待機。自宅待機してるので。病院とかは私も行ってる。ちょこちょこ。病院は行ってもいいんだよね。病院っていうか、なんて言うんですか？歯医者とか、そういうの。体はめちゃくちゃ元気なんです。胃腸の検査。そう、マスクはあります。ありがたいことに、なんかもともと私マスクすごいする方だったから、箱であったのと、あと、なんて言えばいいんだっけ。トリッパーユニットじゃないよ。サラリーマンナイトフィーバーの時に、ファンの方が2箱、くださってめちゃくちゃ助かりました。あと、なんだっけな、ぐんまちゃんのマスクとかももらって、ぐんまちゃんのマスクしてます。トリコロール三部作って見たのかな。トリコロール三部作って何？何がある？ほか、マスクあと2枚。やばー。でも布のマスクも使ってますよ。なんかママが買ってきて。マスク洗って使ってる。私家にずっといるんで、皆さんにあげたいぐらいですね。みんなちゃんと仕事してるから。
本当にあげたいけど、でもみんなに1枚ずつあげたい。なくなっちゃう、でもそしたら。あれ、なんか変な向きになっちゃった。サリのマスク、サリのマスク。なんかお家の中はすごく平和ですよ。今日はなんかいろいろ食べて、確定申告も入力して、朝ブログ書いて、ブログ書いたよね、そり朝。なんかそんな記憶あるんだけど、毎日家にいるからいつやったことかは覚えてない。そう、今日ブログ書いた。学士会ね、またね、できるようになったらね、会えますね。あ、もうメールは送れないか、今の時間ギリかな。でもショールームできたからいいかな。そう、生誕祭もまだできてないです。ウインクちょうだい。恥ずかしい、もうこんなゴロゴロしながら。なんでこう歯が出ちゃうんだろう、やだな。顔ここぐらいまでになりたい。ここぐらい、前も言ってた気がする、このぐらいまでの顔になりたい。でもね、結構ねお菓子とか食べてるけど割と気をつけてるから、そんな太ってない。てか太ってない、変わんない、そんなに痩せてもない。炭水化物抜いてポテチ食べちゃうの。ポテチ炭水化物だから、炭水化物抜いてないの結局。昨日も一袋食べて、今日も食べてる。なんか夜米、お米抜いてポテチ食べてる。めっちゃウケるね。あー、笑い、お笑いじゃない、あー面白い。なんかプラマイプラスだよ、ポテチ300キロカロリーぐらいあるじゃん、本当に。昨日は夜アイスコンビニで5個ぐらい買って、冷蔵庫にいっぱい入ってる。あくび出る、やばい。止まった。おすすめのポテチはめちゃくちゃシンプルに海苔塩。片揚げとかも好きだけど、海苔塩、海苔塩、あとサワークリームオニオンも好き。あとなんか、あ、こないだね、トップバリュープレゼンツみたいなのの塩だけで味付けしたポテチってやつ、めっちゃ美味しかった。なんかもう材料が、味付けが塩だけなので、なんか他のもの入ってなくてめっちゃ美味しかった。来たばかりだけど寝るので失礼します。おやすみなさい、グッナイ。いや、コンソメも好きなんだけどね、なんかもう昔から海苔塩なんだよね。あ、そう、イオンだ、イオン系かな。ちょっとそれもちゃんと名前が思い出せないんだけど、え、待って、ちょっと間違った情報だったら嫌だから、ちょっともう一回検索してみる。で、なんだっけな、トップバリューポテチ、トップバリュー
ぽ。あーもうやだ、本当にこのなんかママのパソコンめちゃくちゃ使いづらいの文句本当に使いづらくてね、私普段 Mac 使ってるんで本当に使いづらいんです。ポテチ違うんですよ。でも私カッコつけて Mac 使ってるわけじゃなくて、私の通ってた高校が Mac だったんですよ。だからなんです。トップバリューだった気がするんだけどな。トップバリューポテチ塩。いやこれじゃないの、トップバリューじゃないのかな。ポテトチップス、あった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 、これありました。どう、フリーフロムの塩だけで味付けしたポテトチップスってやつ。国産じゃがいもを香ばしく揚げ、南オーストラリア州産の海塩を使い、まろやかな塩味に仕上げました。これめっちゃ美味しかった。フリーフロムってやつ78円だって、めっちゃ安い。めっちゃ美味しい。なんかイオン系のとこにはあるんだと思います。ココちゃんどこ行ったの、どっか行っちゃいました。ドイツ在住、すごいね、ドイツ在住なんだ、すごい、ね、うん、だちなみに今食べてるのは海苔塩。ソファー気持ちいいですよ、めちゃくちゃ。はぁ、あ